友達のうちで、ごぼうの、お茶を飲んだらとっても美味しかったので、自分でも作ってみようと思います。ごぼうをきれいに今洗っております。で、このごぼうをピーラーで、細く薄くささがきにします。ピーラーでささがきにしたごぼうは日の当たるところに干します。日当たりの良いところで半日干しました。これで日干しはやめます。半日してカラカラに乾燥したピーラーで細切りにしたごぼうです。よく乾燥してます。これをフライパンで乾煎りします。フライパンを火を入れて、少し温めた中に乾煎りしたごぼうをすべて入れていきます。カラカラに乾燥してます。ちょっと香ばしくなるようにやります。ごぼうのいい香りがしてきました。2、3分で少し煙が立ってきて、少し焦げ目がついたら出来上がりです。これを容器に移します。いったごぼうを急須にひとつまみ入れて、お茶を注ぎます。お湯を注いで、中の乾燥したのができるほど、1分か2分くらい置いて、これを出していただきます。